上顎中摂氏は、上顎死列で、小中線の両側に並ぶ葉のこと。成中から一番目にあることから、上顎一番ともいい、左側の歯を大黒葉、右側の歯をエビスばともいう。摂氏の中で最も大きい。近心側隣接場は、反対側の上顎中摂氏、遠心側隣接場は、上顎側摂氏、対合場は、下角中摂氏と、下顎側摂氏である。 歯官が完成するのは4から5歳児で、7から8歳で、放出、子根完成は9から10歳の時である。ほぼ左右対称な歯である。唇側面に U 字型で、節縁部と歯茎部を比較すると歯茎部の方が、わずかに狭い。偶格印は確認できる。節縁から歯茎部に向けて歯官部のに、3程度、近身唇側面孔と遠心唇側面孔という、 浅い二つの溝が走り、これで3分された部位には、近親唇側面流線、中央唇側面流線、遠心唇側面流線が起こる。絶側面絶側面は、唇側面より波形部で狭まっているため、三角形、または V 字型である。節縁に三両面であり、周縁の隆起部を、近親側を近親偏縁流線。 遠心側を遠心偏炎流線と言い,い、中央の陥没部を絶側面下という。黄色人種はべる型摂取が多い。絶側面下にも唇側面と同様に、近心絶側面孔と遠心絶側面孔があり、この二つの溝により三つに分けられた、近心絶側面流線、中央絶側面流線、遠心絶側面流線が確認できることがある。しかしこれらは、 唇側側に比べると発育が悪い。両辺炎流線は波形部で合流し、規定結節となる。規定結節から節縁に向け、数本のトゲトッキが見える。猛攻は上顎側接種と比べ少ないが、存在することもある。また、稀に接種結節が見られることもある。近心面遠心面臨接面は、細長い三角形。 隣接場との接触点は、節縁近くの中央部、わずかに膨らんでいる。節縁は、近慎側が、わずかに高い。最大豊高部は、近慎よりで湾曲印が確認できる。単根場であり、円水型と三角錐の中間。唇側面、近慎絶側面、遠心絶側面が確認できる。四根印が確認できない場合もある。 シズイクーは、葉の外形と類似した形態を取るが、第二増下質の形成のため、年を取るにつれ縮小する。根幹は円形に近い。単純根幹が多く、即死や分岐根幹になることは少ない。藤田ら、P38 クリス、P28 元河原、P53ABCD 藤田ら、P39 クリス、P29ABCDEFGH クリス。 P30AB 藤田ら、P40 赤い、ピアニッシモ、134から135赤い、P136ABC クリス、P31 藤田ら、P42 クリス、P32、ありがとうございます。